皆様、こんにちは。冬波と申します。今日も元気に三国志大戦、やっていきます。よろしくお願いします。今回は久々に、旅行の王道を使います。旅行使え、使わないなら帰れ。お相手は、画竜の省略、ですね。騎馬担当は男らしい。愛を持って使ってるな。これは強敵だぞ。孫作殿、俺の命。あんたに預けたぜ。画竜の省略はバージョンアップで情報が入りましたね。CCG 版も実装されたし、お祭り騒ぎだな。大戦、よろしくお願いします。こちらは速度上昇付きの号令、かつ槍も強いので相性は悪くないと思います。根気よく槍を出しつつ、大指示パンチと内乱でコツコツ稼いでいこうよな。はい、そうしましょう。上運、こっそり向上しよう。だって無駄だぞ。左は士官が危ないな。孫策で援護して騎乗できないか。ここは騎乗より伏兵の孔明を踏んでほしいんですが、踏める気がしないな。士官が落ちた後孫策が踏むまである。逃げましょう。せめて孫策だけでも。士官、許してくれ。横の士気が溜まるまでには戻ってきてくれるでしょう。孫策は一旦騎乗して体力回復。大指示を軽く上げて孫権の槍で突撃から守ります。あんまり奥で伏兵を踏むと落とされてゲームが壊れるぞ。おっしゃる通り。ただ残念ながら当時の私は気づいてません。むしろ積極的に踏みに行ってないか。これ過去を変えることはできません。せめて祈りましょう。踏まないでくれ頼む。煽れろ。おはよう士官、よく眠れたか。寝起きですまんが早速出陣してくれ。孫策対趙雲の突撃バトルはやや分が悪いな。一問目でオーラを出しそびれたのが痛かったですね。まあ別にいいです。それより問題なのは孫権の位置。号令を打てる陣形じゃないな。ここは一度戻りません。横の王道第一陣開始。選択は当然赤だ。俺の軍勢よ、敵の喉元に食らいつけ。殿、僭越ながらラインが低すぎるかと。やり出しミスって連続体制に入られてましたからね。あのまま行くと遠くずれて試合が終わりそうだったので、逆に号令を打ってやりました。反省はしてません。よっしゃ、打ったからには城を取ろうぜ。何か忘れている気がするけど関係ねえ。観光撃破で気分上々。さあみんな孫策に続け。もうことなりて食い破れ。忘れてるのはやり出しじゃね。あ、そういえば槍を出しつつ向上とか言ってましたね。あ、すべて読み通り。まだ終われない。伏兵がまだだったな。すまんが私も忘れ。ああ、なんかった。傭兵の奥義だ。傭兵の奥義を持って戦を終えよ。諸葛亮の画竜の省略は英傑号令。上運に投げると非常にオシャレですね。やっぱり孔明の相方と言ったら上運だ。そうじゃないだろ。豪華だ豪華。長めの神速豪気です。士官、大指示を守れ。うおー、大指示の工場が入った。よくやった士官。年頃に弔ってやるからな。何殺すな。ただ、さすがにもう一発は無理ですね。相手もやるな。というか全滅じゃね。これなんとか孫権だけでも逃げられないか。無理だこれ。さすがは猛将趙雲、脅威の三枚抜きだ。工場術にかけた方がマシでしたね。まだ超えられないのか。というわけで全滅。再起を使うかどうか悩みます。いや、使うしかないだろ。一旦張り付かれたら無限に突撃マウントされて終わるぞ。まあですよね。ただ当時の私は決心がつかない様子。もう20秒待ってくれるのではと淡い期待を抱いてます。淡すぎるだろ。というか早速攻めてきたし。諦めろ当時の私よ。使うしかないんだ。まあためらうのもわかるけどな。先ほどの城攻め、確かにそれなりのリードは取れたが、四季谷に加えて宝具も差し出すほどのものかと聞かれると、まあ取れなかったよりはマシだと思って続行しましょう。とりあえず契約は、乱世の封印時、おろっしておきます。まだ使うなよ。一応無式で忍ぶ未来もあるからな。できれば次も曲を使いたいですからね。あと少しで式が溜まる。あれ帰っちゃうんですか。許されたと、どうしようかな。横の式は溜まったんですが、ここまですっと引かれると逆に攻めたくなくなります。誘われてる感がすごいよな。お相手は式も潤沢で宝具もあるし、逆にこちらは再起がないので万が一のことがあると。よし、決めました。攻めずに待つか。私もそれがいいと思うよ。今思うと虚構で攻めた後孫策だけ逃がして、最後の守りは封印時でも良かったと思うんですが、慣れないことはするもんじゃないぞ。虚構で式は虚構3回でいいんだ。おそらく声優継承お家に来たであろう。観光も迎撃で撃退。これでさらにのんびりできそうですね。というわけで本番はここからです。今度こそ声優継承だな。相変わらずイケメンですね。親父の鬼神降臨に似た効果を持っていますが、こちらは戦場の味方部隊数のみを参照して強くなります。効果時間もはちゃめちゃに長いぜ。優遇効果もあって無視だときつそうですね。横を打っておきましょう。選択は当然赤だ。俺の軍勢よ、敵
敵の喉元に食らいつけ。槍で相手の突撃を牽制しつつ、こちらだけ突撃を押し付けて艦砲を落とせるとナイスです。それか左から来てる長飛を狙っても良さそうだけどな。一旦後回しにします。まずは艦砲に集中。突撃いまいちだなあ。こっちも来ちゃいましたね。傭兵の奥義を持って戦を終えよう。これで色差は逆転しましたが、お相手には宝具があります。連艦で捕まったりするとちょっと辛いかな。ここで来ないということは連艦はないですかね。ひとまず長飛の攻撃を止めます。連突したくなっちゃったか。一発もらってもいいから長飛の撃破を優先したのか、それともここで長運の突撃を避けたかったのか。そんな難しい操作する余裕があるなら、尊敬と機関を左右にばらした方がいいぞ。なんだか気なくさくなってきましたね。ひとまずこれで長飛をどかして。おっと、増援だと。なるほど、宝具が増援なら中盤で帰ったのもわかるな。再起保険がないのはお互い様だったんですね。変異事故りくらいだったら中盤すっ飛ばして、このラストアタックにかけようと。上等だ、受け付けやるぜ。さあ二分カモン。友軍が残ってたのはナイスですね。3回目に乗るのが一番いいんだ。さあ巨子の王道最終章、選択はやっぱり赤だ。敵の喉元に食らいつけ。やっぱ巨子3回なんだよな。ちゃんと試合が作れているなという感じですね。とお相手はさらに超運指導。渋いよな、人馬一体。これぞ超運って感じだぜ。この堅実な強さこそ超飛竜の真骨頂です。艦は9台。さあ工場を止めていきましょう。槍が固まりすぎだろ。どうやってんだこれ。狙ってもできない重なり方ですね。これはもはや才能。大指示がワンオペになってるぞ。過労死しちゃうって。大丈夫、孫作が駆けつけてくれました。ただ孫作自身も満身創痍なんですよね。孔明に当てた方が良かったな。仕方ないので大指示で孔明を試す。長飛を撃破。これで左はセーフですかね。まずい、長運が右に来てるか。艦砲が工場をやめた。長運とのダブル突撃で主将部隊をどかしに来たか。ただ工場ゲージは消えました。さらに清流継承が終了。冷静に冷静に、まずは大指示だけ出して。落ちろ艦砲、落ちやがれ。油断があったか。いいね。さあ残りは長運、白ゲージは結構詰まってるな。内乱一発まではセーフですが、長運が一発でも殴るとアウトですね。とりあえずここで大指示を戻す。大指示まずいですね。長運の強化は試合終了まで続きます。向上してくるなら連突で撃破するしかなかったんですが、どうやら内乱ダメージを上げに来てるな。内乱は止まらないのでいいです。ここはとにかく向上を止めます。いや、このカウントではもう向上は無理だろう。あとは内乱ダメージだけ。大丈夫ですね。対戦ありがとうございました。ギリギリだったな。やっぱり中盤は攻めた方が良かったのでは。大指示で一発でも殴っていればもう少し楽でしたかね。まあ勝てたのでよし、ということで。ご視聴